にできるか、ザ・オランダハリケーン、セルゲイ・ハリトーフ、プライドのトップ4がいよいよヒーローズのリングへ、いよいよヒーローズのリングに上がりましたね、はい、互いに27歳、ハリトーノフはリベンジマッチになります。ハリトーノフも本当に立ち技前ですからね、ロシアのアマチュアでは準優勝もしたことがあるキングフレームは、K1 に出るほどの打撃の持ちしてきた選手です。なんといってもではスピードがあるオーフレーム、いいパンチありましたよ、クレスオーフレームがここは序盤は打撃ではドローキック捕まえに来ました。ここからがコマンドサンボです。中井さん、コマンドサンボというのはどういう格闘技なんですか。人たちがその戦場で戦うためミノフク返しました。ハリトーノフです。長い手足から、そして膝、今の膝、あるいは飛び込んでパンチキック、そういったさまざまな技があります。後ろに回りました。腕を取りに行ったのがハリトーノフ。ここは払い腰のように投げました。ボルクハン仕込みのあれですね、はい、ただこのパンチは危ないですよね。右のストレートが伸びてきます。さっきから入ってますよ、ストレート。なんとか寝技に持ちたいハリトーノフ。しかしまあ打撃もできるこの総合、序盤は打撃の戦いとなりました。首を本当に総合格闘家で一番いいんじゃないですかね、オーフレーム。あ、そうですか、サーバックについています。さあ打撃ではオーフレームに分があるか、そう見えますね、ちょっとパンチが寝技に引きずり込みたいんじゃないですかね。ミストレートは空振りです。パンチ力はね、ハリトーノフがあると思うんですよ、はい、膝を当ててきました。右のストレート、ちょっと来ましたよ、ハリトーノフ。そしてオーフレーム、パンチが上がる、左手いっての左です。そして右、右のストレート膝を返しましたのがオフレームです。首を押さえての膝です。膝左当たった、右のストレート、お膝を見せます。膝がきましたよ、ハリケーンオフレーム、ミロック。それにしてもこの谷川さん、ヘビ級のパワーですよね。膝を返しました、右のストレートを返します。ミラッパー、ありがとうございます。3発4発重いですね、重いですね、これ効きますね。さあオフレームがついてきた、効いた効いた。そして膝か、膝後ろに回って寝技ではいかないスタンド、ストライカーで戦います。セルゲイ・ハリトーノフ、背中を向けた、右のキック、サンボを使うまでもなく、ハリトーノフ、さあの4分21秒、序盤はこの右のフックがあるんですが、ね、結構いいのは入ってましたけど、途中からはこの重いハリトーノフの、まあ、中井さん、コマンド194センチ、これがヘビー級のパワーだと今ばっかり。